これで500回再生だよ。え、ほんと？ほんとほんと、ほらここ500って。本当だ。初めてあげたにしては結構伸びたね。ふっふ、おめでとう。みんな、私たちも撮影に協力したから嬉しいよ。たくさんの人に聞いてもらえてよかったね。ありがとうミク。でもこっちも見てよ、ほら、ミクに歌ってもらった方は1600回も再生されてるんだよ。1600回？もうそんなに？うんうん、やっぱりミクちゃんの歌を聴きたいって思ってる人とっても多いんだね。さすがミクぴょん、人気者。ちょ、やめてよミン。やるじゃんミクぴょん。しこまで。オウンって知ってる？オウン。あ、知ってる知ってる。一部で騒がれてるよね。そうなの？オウンって一体？僕たちみたいに曲を作って投稿してるクリエイターだよ。2週間くらい前にまさに流星のごとくって感じで現れて、投稿した曲全部20万再生くらいいってるんだよ。全部20万再生？新しい人でそれはすごいね。気がつかなかった、いつの間にそんな人が。知らないのもしょうがないよ。僕も結構マニアックな友達に教えてもらって昨日知ったし。 URL 貼っておくから聞いてみてよ。二人もびっくりすると思う。すごく圧倒されちゃう曲だから。そんなにすごいんだ。みんな新曲アップお疲れ。今回のもいい感じだね。昨日アップしたばっかりなのに再生数20万いってるし。うん、コメントもいっぱい。あ、この人前もコメントくれた人だ。もう見てくれたんだ。そうや、前にウォーカーってアーティストの曲聴かせたことあるだろ。あれがタイガさんだ。あのウォーカー？ああ、世界的なアーティストだ。 MV の再生数もかなりのもので。そうなの？5億回再生？おお、なかなかのもんだろ。まあ世界一には程遠いがな。すごい。早川七海って子なんだけど。え？もしかしてクリームベリーの七海？あら、早川さん、番組で何回か共演したことあるわ。すっごく人気で番組もライブもいっぱい出てたのに急に辞めちゃったんだよね。私も当時はびっくりしたわ。でも今は配信で活動しているのね。って調べてみたら登録者数80万人もいるじゃない。ナナミーは人気だったもん。なんであんたが得意げなのよ。うん、ごめんなさい。ララララ、明日の希望を君に。みのりの振りコピはまた今度見てもらおうか。じゃあ改めてアドバイスお願いね。